思った通りの客足やな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。日焼けし水や。どうぞ。いらっしゃいませ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 。すいません。お茶ください。よっ。おお。来てくれたのか。ああ、俺だけではあかんかった。近所のおじいちゃんおばあちゃんの後押しがあったで。うん。我が物のための町づくりは散々言うといて、なんなんやん。俺のせいやな。まだまだ宣伝が行き渡らんかった。いや、客の数では負けてても気持ちの数では絶対に勝ってるぞ。見てみろ、これまでにない笑顔だ。すき焼き茶漬け3つと花御膳2つです。はい、おいしいわこれ。高志なさん、ほんまやな。お久しぶりやわ。どうもご無沙汰しております。そういえば先週もいらしてましたな。いや、息子と一緒だったから声かけそびれましてな。帰りに奥さんに手合わせに寄らせてもらって、やろうか。ああ、どうぞどうぞ。女房も喜びます。あ、そうや、帰りはうちらの車でご一緒しませんか。雨も降ってることやし。大きいな。ほならお言葉に甘えまして。これでいい。そう思わないか。ああ、うん、ありがとうな。おいい、照れんなよ。先週は満席やったのに。お年寄りだけにしたせいやったんかな。真っ逆牛のお茶漬けってのが魅力なかったんかもしれへん。ちゃうて、雨のせいや。仕方ないやろな。そうや、陽介の言う通りや。いい日だったぞ。うん、本当に今日はいい日だった。そやけど、ごちそうさまっていうのはな、ありがとうなんだ。ごちそうさま。今日来てくれたお客さんでこれを言ってくれなかった人は一人もいなかった。みんなお前たちにありがとうって言ってたんだ。いいか、いらっしゃいませっていうのもありがとうだ。確かに今日はお客様の数は少なかったかもしれないけど、お前たちはみんな心の底からいらっしゃいませって言えた。接客してる者、厨房に立つ者、それぞれがみんな美味しく食べてもらいたいって頑張ってた。それもありがとうだ。感謝と感謝が行き交う店、それって理想の店だと思わないか。なあ。そうだ、お前たちがそういう店を作れたんだ。今日俺にとってこの店はまさしく理想の店だった。自信が湧いてきた。この自信は明日につなげなきゃダメだな。はい、はい、うん、よっしゃ、俺らもありがとうよ。おう、よし、はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。お待たせしました。お待たせしました。うん、ありがとうございます。
に戻るんだ。俺には先生に教えてもらうことの方がもっと大事なんです。うちらと同じでみんな迷ってるんです。ほんまの高校生レストランやな。生徒らの頑張りで元気の輪を広げていきたいな。このレストランは社会と生徒をつなぐ架け橋になってるんじゃないかって。明日のこの番組は花王鈴木の視察団は20人です。ちょっと考えさせてくれお兄ちゃん。まあ、明治家庭教師のトライの提供でお送りしました。料理人というのはいつも何かに挑戦してたんですよ。